はい、こんにちは、圭介です。今日はですね、いただいた質問に回答していきます。では質問読んでいきます。初めて出品できたのが 2,3 日前のことで、今のところ数点出品はできましたが、今はエラーが出てしまい出品ができない状態です。アカウント停止になってしまったのでしょうか、ということで、その表示されているエラーを記載いただいています。はい、でこのエラー内容の方ですね、もう翻訳はされているのかと思うんですけれども、その翻訳してみると、何かその出品ページのタイトルとか商品説明文に、特殊な記号、使えない記号とかそういったものを入力しているので、そこを直してくださいと、そういったエラーになります。はい、なのでちょっと見直してみてですね、そういった何か変な記号とか使ってないか確認してみてください。で、そういったものをですね、特に見当たらないということであれば、一回ですね、ちょっとその現在、編集しているページは、消してみてですね、ちょっと最初から出品し直してみるのがいいかと思います。はい、でもしですね、改善しない場合は、一度その現在その出品しようとしている商品のページのキャプチャ画像とか、そういったものを送っていただければ、何か、分かることがあるかもしれません。では2つ目なんですけれども、 eBay に出品する商品は大きさが異なるため、発送用の段ボールは複数サイズをまとめ買いしておく必要があるのでしょうか。発送代行業者を使えば段ボールの心配はないと思いますが、 eBay 出品を始めたばかりで代行業者を使用するのはコスト削減のためにもためらってしまいます、ということですね。はい、でまあ、その eBay に出品、eBay の商品を発送するときの段ボールについてということなんですけれども、基本的にその商品を Amazon とかネットショップとかから仕入れるときって、商品ってその段ボールにもちろん梱包されて送られてくるので、そういったときはですね、その段ボールを使い回しして、で、まあ、その海外発送になるので、まあ、自分で改めてですね、いろんなクッション紙とか新聞紙とかを敷き詰めて、まあ、その海外に発送するときの衝撃に耐えうるような感じで自分で頑丈に梱包して送るという感じで、段ボールを使い回しすればいいですよね。うん、まあ、ヤフオクとかから仕入れるときも基本的に出品者が段ボールに入れて梱包をするかと思うので、うん、僕は自己発送のときはもう送られてきた段ボールを使い回ししています。はい、で、いっぺんに、ネットショップとかから複数商品を仕入れた時っていうのは、まあ、一つ一つ段ボールに入って送られてくるっていうことではないので、そういった時はですね、まあ、その都度段ボールを買ったり、まあ、他の仕入れの時にですね、余った段ボールとかをちょっと保存しておくという感じにしてるんですけれども、まあ、その段ボールを購入する時は僕が使ってるサイトがこのアースダンボールというサイトになります。このアースダンボールはかなりダンボール豊富に、いろんな種類があって、価格もですね非常に安いので、ちょっと一度覗いてみてください。はい、で、まあ、ここに書かれている通りですね、代行業者っていうのはその特に最初は使う必要はないかと思うので、うん、まあ、本当にかなり作業が多くなってきて、手が回らなくなった時に結構使っていくっていう感じで問題ないかと思います。はい、では続いての質問なんですけれども、為替の確認はこのサイトを使っていたのですが、ペーパルと換算の値段が違うようなので、ペーパルは最新の為替の反映が少し遅いのでしょうか、ということですね。うん、で、まあ、このURL 入力いただいている URL のサイトがこの Yahoo の為替のページになるんですけれども、PayPal のレートっていうのは基本的にこういった Yahoo のレートとかと全く違って、PayPal の手数料が含まれているレートになるんですね。うん、PayPal のそういった両替手数料が含まれているレートになるので、そのレートを確認するときはですね、必ず PayPal にログインして、換算のページがあるんですけれども、それは他の動画で上げてますので、そちらを確認いただきたいんですが、うん、レートを確認するときは必ず PayPal の方で確認してください。はい、まあ、そういった手数料が含まれているので全く違うレートになります。はい、という感じですね。はい、では今回の動画は以上となります。また何かわからないことありましたらご連絡ください。では見ていただきありがとうございました。